それ結構強い。それ強すぎじゃないですか。違います。でもなんか外観汚いけどなんか綺麗ですね、うん、この、ああこの物件。外観汚いって言わないでください。汚くはないでしょ。汚くはないけど、うん、まあ古いけどね。そう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 。なんかすごい綺麗ですね。ありがとうございます。びっくりですね。前のところより綺麗ですよね。前のところ、あ、そうですね。うん、うん、確かに。まあもう生活分けてるんでね、まあ、うちの方がね、うん、楽だという。うん、あ、気持ちいいですね。ちょっとこれ取れてきました。あ、よかったですよ、うん、じゃあここでジュゲム3回でいただいて。なんで？やだよ。ジュゲム面白かったですね。でもね、そうですか、よかったです。髪がオレンジ色のところですね。あ、そうでした、あの時まだそうです。あ、そうだそうですね、そうそうです、うんうん、確かに明るい色だった。あの、未だに録画が残ってるんで、サマーズのやつに出たんですよね。そうそうそう、うん、ここってる、ね、でも気持ちいいぐらいになります。さっきちょっと痛かったですけど。左がこっちも凝ってる。気持ちいい。え、フグシ君来ないですか？来ないよ。遊びに行ったよ。おお、おもろいね。うん、ハロウィンに近いから。じゃあ、あ、そうだ、ハロウィンだ。ハロウィン近い。おお。てるね。うん、いた。でも気持ちいいです。うん、ね、だいぶ凝ってますね、確かに。これなんか変に、うん、痛い、うん、なんか異様に、うん、顎の、うん、この辺が、うん、右の特に顎は、うん、あ、これね最近やってるんですけど、ここ間、いや、うん、あんまり長いですね、あんまり長いですね、はい、強いかもしれないですね。そうそう、強いの、強くやっちゃう、うん、ね、あ、じゃあなんかお腹の方とか出っ張ってるんですか？前なんか出っ張ってますよ。あ、そうなんですね。なんかその辺あんまりよく見なかったです。レスラーですけど、うん、あ、ここがすごいですね、うん、ね、うん、これ乳幼突起ってやつですか？そうですよね、その周りですよね。妊婦さん、ここ貼るんですね。うん、いや、妊婦だからでもないんじゃないですか、生活の仕方とかじゃない。からこっちの、うん、痛い、うん、でもめまいとかはなく、めまいはないです。あ、でも吐き気はあるんだ。いや、ない。吐き気もなく、おう、なく。でもなんか、でもこの辺はね、目の疲れですよね。吐き気ないけど、なんか、そうですか、なんかあるっすね、そりゃ。なんて言うんでしたっけ、上がってきちゃうことはちょっとあります。ああ、まあね、たくさんじゃないですけど、座りですよね。うん、座りじゃなのかな、なのかな、わかんないですけど、なんかちょっと 逆流性胃炎、なんかちょっと、なんかちょっと上の方に、少量、うん、まあまあね、なんか、うん、上がってくることがありますね。別にあんま気持ち悪いとかそういうのじゃないんですけど、まあ、妊娠中ですからね、うん、いろいろ、そう、それかもしれないですね、妊娠中だからかもしれない。はい、妊娠中ですか？妊娠中ですか、はい、そんなガンガンやるの。ああ、そうですね、なんとなく。角に、あ、角
まあ、それ痛いな。これ痛いですね。うん、目の。うん。ああ。そうなんですね。なんか凝ってますね。凝ってますね。こう筋が。痛い。痛いですね。あ、後頭下筋なのかな、じゃあ。後頭下筋でしょうね。うん、後頭下筋群が。この辺から。これですね。こんな感じで、うん、はい、ありがとうございます。終わりましゅ。ありがとうございます。そうですね、はい。足しびれた、足しびれた。あ、大丈夫ですか、すいません。はぁ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おかげさまで、なんかやっぱり頭で凝ってましたね。はい、少し目がシャッキリしました。メガネかけてますから目が疲れるね。そうですね。そうですどうしても、はい、まあ、やっぱ肩が凝りやすいんで。そうですね、はい、今日は、まあ、肩をやってもらえてよかったです。まあ、もうこちらもやってもらえてよかったです。はい、気持ちよかったです。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この動画がまたでもあれですか、まあ、いらしていただいてできるんですか。コルギーやってほしい。あ、そうなんですね。このままやってほしい。それは無理ですね。そうですね、まあ、撮ってね、はい、あと耳リフレが好きなんで。あ、そうですね。耳リフレ、はい、そうそう、はい、あの、ま、落ち着いた機会がある。あ、でもまあ別に耳ぐらいだったら座ってできるんでね。あ、そうですか。妊娠中でもできるかもですね。はい、はい、じゃあこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、では、See you! See you!